春菜いた。春菜。よかった。息はある。よかった。春ちゃん。春菜。春菜。おっと。画面が遠のいた。ん？聞いたか？柏葉春菜の母親。病院のベッドで亡くなったそうだが、死因が溺死だとさ。音溺、そうだ、このゲームって音溺だった。顔を水につけられた形跡や揉み合った跡もない、綺麗な状態でな。二代前、柏葉善蔵、柏葉吉蔵、吉蔵かな。二代前、柏葉吉蔵が行方不明になったのを皮切りに、あの家は不幸ばかりだ。あ、代々そういう感じなんだ。代々ここの村に呪われてるってことかな。次はあの子の番に違いない。呪われた血筋だ、近寄るんじゃない。お、急に映像入るじゃん。うわー、わー、春菜ちゃん可愛い。制服着ようね。ん？またあの夢、嫌な記憶。一回自殺未遂測ってんのか。なるほど。ここは？あ、春菜ちゃん動かすの？少女たちの、音言。音言で合ってる？あ、演言です。確かに支援とも言うもんね。なるほどなるほど。少女たちの演言見る。神や仏がいなさって悪を罰してくださると小さい時に聞きました。アマニエ様に捧ぐため、村のためにと来ましたが、誰が助けてくれようか、すべて真っ赤な嘘でした。そっか、アマニエ様ね。アマニエ様なのかな、追いかけてきてくれてるの。追いかけてきてくれてる、なんだ、なんかありがたいことみたいになっちゃったな。あのマリコがアマニエ様ってこと？別れた姉とその晩に男の腹中で会いました。泣きの涙に捨てどころなく、この世は等しく気が地獄。うん。アマニエ様、どうか奴らに天罰を。尽きせぬこの世の恨み一切、どうか奴らに天罰を、どうか奴らに天罰を。男の腹中で。ああ違う、これ周一くんじゃなかった、春菜ちゃんだった。あ、腹の中で姉と出会った。ん？てかあれか、アマニエ様に、なんだろう、頼んで、村長とか、その辺を、殺してもらったのかな。だってね、男たちやばい趣味してたもんね。で、それで女の子たちがいっぱい泣いてて、で、その女の子たちが集結して、もう本当にひたすら恨み殺してやろうか、みたいな、感じなのか。アマニエ様ーい。何の音ですか？え？何の音ですか？びっくりしちゃったよ。え？でもこれセーブできるわけじゃないのか。はい。ん？どこ？うわ！春菜ちゃん探索パートか。そんな、現実じゃない。え？うわ、なんか笑い声聞こえるし、めっちゃ、これ、開かない。うわ、うわ、無限ループって怖くね。やべえ、どこだ、ここ。笑い声聞こえる。
男たちが、今お楽しみしてる声だったんじゃない？お楽しみっていうか、美味しくいただいちゃってるとこなんじゃない？グフフフフって言ってたもんね。ここだ。うん。あれ？いや、見たことない場所だな。見たことある場所かと思ったけど。うわ！俺は悪くない。悪いのは全部あいつだ。いや、見たことある場所だわ、これ。あれだ、あれ、男の人が、ちょっとおこぼれもらっちまったっすー、へへーって言ってた日記が置いてあった場所。だ。村長が、柏場が悪いんだ。あら、まあ！あ、そういうことか。村長の血筋っていうか、その村長の家系だから呪われちまったんだ。春菜ちゃんも。うわぁ。全部柏場がやれって言ったんだ。そうさ、俺は手伝わされただけだ。でも、俺も子供の肉を食っちまった。うまかったな。ああ、生贄って、そういうこと？やっぱ腹中っていうのは食べてたんだね。あれだ、美味しく、いただく、かっこ意味深だと思ってたけど、美味しくいただく、かっこ物理だったわけだ。なるほど。だからもう、柏場を裏切れない。今のは一体、それに、柏場が悪いって、柏場、私と同じ名字。あー、そういうことね。ちょっとずつ謎が解けてきましたね。で、こっちと。うわ、いるわ。なぜ私ばかりがこんな目に。この世で最も嫌いな男と、毎夜、不死道を共にさせられ、その上、娘を生贄にするだなんて、柏場、許せない！許さない！絶対に！もういろんな人の怨念が柏場さんに向いてたんだな。私は死んでもいい。せめてあの子だけは、あの子だけは逃がさなくちゃ。あららららら。私は今、何を見てるの？あ？ようやくあの女を手に入れた。お前はわしのものだ。夫だろうが娘だろうが。お前を引き止める者はすべて潰してくれるわ。それに、人を食うたのはお前も同じこと。わしらは、不利一体。お前はわしのもの、お前はわしのもとにいるしかないのだ。このわしの、柏場吉蔵のねぐらにな。柏場吉蔵、人を食う。柏場吉蔵が行方不明になったのを皮切りに、あの家は不幸ばかりだ。嘘。この人が私の先祖。そして全ての首謀者。そんな。何なの？一体。あ、ボコボコ言ってる。何も見えまへん。暗いよ、明るくしたのに。明るくしたのにめちゃくちゃ暗い。待って、行けるところは？こっちは行けない。こっちにしか行けない。あ、上行ける。あ、ここにしか行けない。セーブはないの？ここどこなの？おー、行けた。あ、外だ。わーおわー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 イェーイェーイェーイ。ごめんなさい。ごめんなさい。私はもう終わりみたい。
せめてあの子は地下道から無事に逃げ切れればいいけど。はあ、土地神様、アマニエ様、もし本当にいるのなら力をお貸しください。どうか奴らに報いを受けさせてください。どうかあの男の一族を、柏場一族を、松代まで根絶やしに。ああ、柏場一族。春菜ちゃん何も悪くないよ。悪くないんだよ、かわいそうに。そうか、私が最後の一人なのね。柏場一族は昔からずっと呪われていたんだ。え、でもお父さんは生きてるんでしょ？お父さんは何なの？お父さんは柏場一族としてはカウントされてないの？あいつの狙いは私。私のせいで。うん。あ、目覚めた。春菜。シュウくん。春菜、起きたか。シュウくん、どうしてここに？助けに来たんだ。立てる？本当に？大丈夫か？ごめんなさい。体に力が入らないの。そうか。ちょっと待ってて。まずは出口の確保だ。ん？あ、動けるのか。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。出口の確保って言ったね。あー、なるほど、ここね。急ごう。ここは危険だ。シュウくん、大丈夫？重いでしょ、私の体。いや、さっきもお姫様抱っこしましたやんけ。大丈夫だ。ごめん。自分で歩きたいけど、どうしても体に力が入らなくて。いいんだよ。ちょっと揺れるけど、我慢してくれ。本当にごめんなさい。シュウくんが来てくれなかったら、今頃。気にするなよ。来たかったから来ただけさ。シュウくん、私ね、さっき、とても恐ろしい夢を。柏場一族を松代まで根絶やしに。夢？もしかしたら私さえいなくなればシュウくんは。うん、何でもない。私とても嬉しかった、シュウくんが来てくれて。シュウくんが助けてくれなかったらとっくに死んでいたかもしれない。本当にありがとう。なんだ、そんなことか。シュウくんは、私の命の恩人だよ。大げさだよ。当たり前のことをしただけさ。大げさなんかじゃない。シュウくんは、何度も私を助けてくれた。もう、十分すぎるくらい。あとは門から外に逃げるだけだ。もう安心だよ。これでやっと出られるんだ。本当に？最後なんかあるんじゃないの？セーブあるもん。逃げ出した少女のトロ。トロで合ってるっけ？トロで合ってるよね？ここで漢字間違ってたら超恥ずかしいからちゃんと調べるよ。トロだね。逃げ出した少女のトロ。めっちゃ噛むやん。逃げ出した少女のトロ。ようやく地下から這い出した。花に嵐の例えもあるか。さよならだけが人生ならば。それなら、こんちって読むのこれ。それなら、こんちは何なのさ。
こんな形で死んでたまるか。当てはなくとも逃げねばならぬ。いや、こんな手記残してる暇あったらよ。とっとと逃げた方がええで。行くか。絶対最後さ、あー開いてる。あ、これ紙。先出待つ。無事ならまた会おう。小化けーん。よし、小化さんはもう開けたんだ。これでようやく、いやー早く逃げろ。大丈夫か。あ、だ。これは、まだ村の外じゃないのか。小化けん！周一、よかった、生きてたか。めっちゃ噛むんだけど、ちょっと水飲みますわ。もうね、叫びすぎて、ろれつが回らなくなってきてるんだよね。もう私さ、セリフ読むのがさ、得意なはずなのにさ、こんななんか叫んだだけで口が回らなくなるようじゃまだまだですな。周一、よかった生きてたか。小葉さんも無事で。悪い、待っててくれたのか。話はとりあえず中に入ってからにしよう。雨も降っていることだし。なるほど、入るしかないけど。よく人を抱えてここまで来られたな。余裕さ、これくらい。君が春菜さんか。はい、柏葉春菜と言います。小葉健介だ。よろしくな。まずは二人とも生きていてよかった。まさか本当に助け出すとはな。それにしても、門の向こうは外だと思っていたのに、小屋があるだけなんて。な、だが、わざわざ門で区切られていたんだ。この小屋には、絶対に何かある。そう思って探索していたら、床下に隠し部屋を見つけたよ。隠し部屋か。下はどうなってるんだ？実はまだこの先は調べられてないんだ。足を踏み入れようとした途端、背筋に悪寒が走ってな。正直ビビってる。だが、この先にはおそらく、かなり重要なものが眠っているはずなんだ。早速行こうよ。春菜はここで待っててくれ。ううん。シュウ君、私も行く。もう歩けるから。でも、シュウイチ、一人にしておくのは危険だ。いつあいつに見つかるか。それもそうだな。よし、一緒に行こう。三人で警戒すれば、なんとかなるさ。じゃあ行くか。地獄の釜の底に。行く気はないのね。ああ、勝手に行ってくれる。春菜、気をつけて。ありがとう。大丈夫。ここは、きっとこの先に何かがある。行くぞ。セーブもありますか？これは、酒だ。地下で言うところの地下セラーか。うん。みんな先に行くの早くない？ちょっと待って、勝手に先行かないで。うわ、あ、ちょっと待って、あ、いたびっくりした。いなくなったかと思った。小葉さん、それは？ああ。ちょっと声変えるね。女たちの扱い、食人までの過程が事細かに書かれている。記録によると、儀式のためという名目で、女たちには人形を作らせていたそうだ。そうして、ギリギリまで女たちを信じ込ませていたんだろう。古くから日本では、人形には持ち主の魂が宿ると言われている。あの妙な人形は、きっと死んだ女たちの、なるほど。魂が宿っちまったか。それにこの続き、これは、小葉さん？どうしたんだ？何が書かれているんだ？いや、なんでもない。気にするな。え？気にするよ。ひどいありさまだ。ああ。
一体ここで何が？うん。はるなちゃんはどこ？村民の写真見よう。何を迷うことがあろうか。どうせこの世は生き地獄。死ぬほど楽はなきものよ。これらはすべて彼らへの救済。すべて忘れろ。いなかったものと思え。あ、いたわ、はるなちゃん上に。生き残るためとはいえ、他の村人を食べて。ああ、なるほど。そっか、食料がなかったのか。あ、そっか、あれだ、飢饉で、食べるものはなくて、子供たちを食べるしかなかったってことか。いやー。食料が蓄えられている。なるほどね。これはさっきのトラップ。さっきのトラップ、あ、そうだね。ここで作られていたのか。あれだ、あの死にかけた、一回死んだやつね。で、はるなちゃんの前に、村長の手記。昭和3年10月7日。この後に及んで神や仏に祈っても、祈ってもせんないこと。せんないって言葉があるんだ。せんない、ちょっとアクセント調べよう。せんない。せんないこと。はぁ、せんないって読むんだって。この後に及んで神や仏に祈ってもせんないこと。アマニエ様とやらに捧げて無駄死にするくらいなら、わしらの糧になる方がいいではないか。なるほど。あ、生贄にせずに自分たちが食べて、なんか、うへへってなってたんだ。ってことは、アマニエ様は結局捧げられてないから、怒ってんだ。10月8日。女が死んでから、いや、殺してから、よからぬ出来事が多い。こういう時は、酒を飲んで忘れるに限る。この世の中は、知らぬが仏、見ぬが極楽。どうせ、この世の成り行き任せ。10月9日、儀式のための女たちに作らせていた人形からも言いようのない、よからぬ気配を感じる。まるで、女たちの恨みの目が向けられているような。そりゃそうだよ。恨まれるに決まってんだろ。あ、同じか。他は、はるなちゃんに話しかけられる前に全部調べとこうね。セーブがありま、あ、違う、セーブじゃありませんでした。ある記者の記録。何か恐ろしい汚れに触れている気がしてならない。この村では一体何が行われていたんだ。当時の、浦沢村、浦沢村って言うんだ、は、ひどい飢饉に見舞われていたという。書物に残されたアマニエ様、生贄という記述から、水ないし、豊作を祈る土地神に対し、生贄儀式を行っていたことは想像に、固くない。だが、その裏で、おそらくこれは秘密裏に、もっと何か恐ろしいことが行われていたように思えてならない。そして、何らかの理由で殺された女が死の間際に土地神に復讐を祈った。お話としては面白いが、まさか現実にそんなことが。今までの俺なら鼻で笑っていただろうが、ここはなんだか、おか、し、お菓子。お菓子は、300円までです。わあ、わあ、いけちゃったちょっと待って、ね。こっち行くのは良くないね。ちょっと、春菜ちゃんに話しかけよう。え、小葉さんになってる。生きるためとはいえ、まさか人間を食べるなんて。無理だよね。死んだ人をいなかったと思うなんて。ああ、さっきの普通に小葉さんだったのかな？嫌な空気だ。あれ、セーブってできるんでしたっけ？セーブってできないんでしたっけ？どこからセーブしてないかわからない。不安になってきた。だがしかし、私は先に進んでしまう。新聞記事。昭和3年10月12日、突然の、オーブーボーベボーバー、大暴風雨。もうダメだ。これ読めるはずなんだけどな。おもや？おもやじゃないな。なんだっけ？おうちに屋根の屋。家、屋。家屋です大暴風雨？大暴風雨だよね。突然の大暴風雨。
家屋全壊、浸水相次ぐ。住民は先を争い、二階屋に避難。雨中、宇宙。あ、宇宙は宇宙か。宇宙、十数箇所の出火あり。そばに紙切れがある。降りやまない豪雨。わしらはもう終わりだ。いよいよあいつに追い詰められた。この部屋も、いつあいつにバレるか。ああ。逃げ込んでもダメだったか。あいつは水場ならどこにでも現れる。なるほどね。あの、セーブをしませんか？マジか、行くしかないのかな、奥に。うわー、やだ。うわー。あれ？ここって。うわ。え、ちょっと待って、戻れないんだけど。あ、ここ知ってるぞ。あれ？ここ春菜ちゃんが逃げ込んできたっていうか、あれだ。ん？春菜ちゃんがあの夢で見てた場所だよね。おーっと！ここは、行き止まり。あ、三人とも来てくれたんか。ここは、夢で見た場所。そうだ、間違いない。ここだ。このご遺体、追い詰められて殺された、かわいそうな女性。何？生贄たちのたたり。この場所こそが奴の恨みの震源地だというのか。何？どういうことだ？怨霊は残酷な仕打ちに対する怒りの化身だ。繰り返し現れる、その恨みを晴らすまで。かつてこの村で行われていた恐ろしい企て、その末に殺された女が姿を変え、今蘇っている。あなたが、ごめんなさい。現れるんじゃないの？なんだこれ、頭が。ここはまずい、外へ出るんだ、早く。あらま、そんな、開かない。何？うわ、逃がさない、マリコー。春菜、どうすんだ？こっちに来るな。マリコ落ち着けって。浮気してたわけじゃないんだよ。お前一筋だからさ。待って、お願い。あ、眩しい。起きろ、コバさん。起きろ、コバケン。そうだね。え、春菜ちゃんは？起きたか？逃げるぞ、周一。小葉さん。待ってくれよ。春菜はどうしたんだ？お前も、わかってるんじゃないか。柏葉春菜は、自分自身を生贄に捧げたんだ。なんだって、嘘だ！嘘なんかじゃない！あの子は、柏葉一族の末裔！あの子が身を捧げれば、すべて丸く収まる！何を言ってるんだ！柏葉という名に気をつけろ。街でそんな話を聞いたことがある。今までその一族に会ったことはなかったが、まさかこんな由来があったとは。ふざけんな！もう一度助けに！やめろ！あの子がなぜ自分を捧げたか、わからないのか。逃がすためだ、俺たち。いや、お前のことを。なんでだ、
なんで春菜なんだ、なんで春菜だけが。あの子は不幸な血を受け継いで生まれた。そんなこと春菜には何の関係もないだろう。春菜は何も悪くない。その柏葉ってやつだけが。あの化け物にはそんな理屈は通用しない。底知れない恨みに溺れて何の見境もなくなっている。恨みに溺れると書いて怨敵だもんな。追い詰められ殺された女の亡骸、それをより代にただ厄災をもたらすだけだ。地域の土地神の力も取り込んでな。恨みさえ収まればこの雷雨もいずれは止む。もし邪魔をすれば何が起こるかわからない。どのくらいの被害が出るか。だからって今さら見捨てられるか。周一待て。やめろ周一、町を滅ぼす気か。どうなっているんだ。くそ、春菜はどこだ。うわぁ、セーブできちゃうな。どうだろう、こっちはいけないもんね、もうね。やっぱ上か。うわ、血がいっぱい、セーブがいっぱい。いた、春菜。それにあの頭蓋骨は。そうね、小葉さんが言っていたよりしろ、まさかあれが。いや、春菜。週刊、どうして。決まってるだろ、春菜を助けに来たんだ。いいんだよ、シュウ君。だって私は、私の一族は。確かに、春菜の先祖がやったことは、許されることじゃないのかもしれない。でも、春菜のせいじゃない。私のことは、忘れて、最初から、いなかったと思って、ね。そうして、その方が楽だよ。無理だよ。忘れられるわけがないだろう。春菜が死んでも、俺は、春菜のことを絶対に忘れない。最初からいなかったと思うなんて、もう無理なんだよ。でも、春菜、行きたいんだろ。本当は。死にたくないんだろ。だからあの時、牢屋にいた時だって、俺に助けを求めたんだろ。教えてよ、春菜自身がどうしたいかを。私は、まだ死にたくない。生きていたいよ。シュート。あら、まあ、くそ。絶対に春菜は連れて帰る。え、くそ、やばい、早く春菜のところへ。セーブ、どこに、どうやって。開かない。開かないけど、これ見つかるんじゃね？さすがにこれ見つかるだろ。見つからん方がおかしくないか？あ、見つかっちゃったね。あ、だ、え？見つかってないの？あれ？見つからなかったわ。ラッキー。いや、せっかくいいシーンだったのにさ、私がさ、あんな間抜けな、あら、まあって。もうごめんね、周一くん。せっかく春菜ちゃんといい感じの雰囲気だったのに。開いたね。何ここ、お地蔵さんいっぱいいる。
怖い。さすがに多すぎる。あ、あれは地上に戻れるか。うわあ、わわわわわ。やばい、めっちゃ向かい合っちゃった。自分から突っ込んじゃった。なるほどね。お地蔵さんが倒れてくるから、地上に戻れるか、こっちだ。で、あ、なるほど。こうして、おいおいおい、いけ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 、あやばい。どうしたらいいの？助けて！あ、来た来た！くそ、いい加減にしろよ！これで終わりだ！何？何したの？あらら、燃えました。許さない。マリコ！浮気してももうごめんて。ね、マリコのこと好きだけど、ちょっと、俺運命の人に出会っちまったんだ。終わった。すべて終わったんだ。これでもう、やつは。春菜、一緒に。そこまでだ、周一。お前、何をしたか分かってるのか？俺は春菜と一緒に行く。その子を祭壇に戻せ。まだ間に合うかもしれない。お前が壊したのは、ただの依り代だ。言っただろう。温婚。温婚ですか？怨念ではないですよね。温婚ですか？怨婚です。もう間違えすぎですね。恥ずかしいね。言っただろう、怨婚は消えない。恨みを晴らすまで何度でも蘇る。関係ないよ、何度だって助ける。それだけさ。聞こえるだろ、この雷。このまま夜が明ければ街は終わりだ。お前、本当にその子を助けることが正しいと思ってるのか？この選択がいいことなのかどうか、俺にはわからない。でも、だからこそ、それは自分で決める。周一、もう一度だけ言うぞ。その子を祭壇に戻せ。現実を受け入れろ。それしか道はない。もう一度だけ言うよ。俺は春菜と一緒に行く。春菜と一緒に生きるんだ。周一！あ！この剣！行こう春菜。もうすぐ夜明けだ。待て、周一！周一！小馬ケン！小馬ケン！行くしかないのか。もう、水が体の半分ぐらいを覆っているね。歩きづらいだろうに。それでも春菜ちゃんを助けたいんだね、周一くんは。なら私は止めないよ。周くん、後悔してるの？そうじゃない。春菜を連れてきたことに後悔はない。でもこの災害の引き金を俺が引いたと思うと、重いんだ。俺のせいできっと、
多くの人たちが死んだ。小葉さんに止められたんだ。どんな被害が出るかわからないって。それでも俺は春菜を助けたいと思った。自分がそうしたかったから。俺のせいで。さっき私ね、怖いって思っちゃった。辛いことばかりだったけど、やっぱり、まだ行きたいんだと思う。春菜。シュウ君、一人で背負わないでね。私が助けてほしいって頼んだんだもの。ね、そうでしょ？だからせめて、その重さを、私も一緒に背負うよ。過去に起きたことは消せない。今までも、これからも。だからこそ生きなきゃ。この重みを、ずっと感じながら。春菜、ありがとう。春菜の言う通りだ。過去の出来事は消えない。柏場一族への怨恨が消えなかったように、この厄災の傷跡も消えることは決してない。生き続けなきゃいけない。自分で選択したもの、その重みを決して忘れないためにも、生き続けなきゃいけないんだ。音的はい、ということで、これエンディングで合ってますよね。音的クリアいたしました。これ実写の写真、もしかしてこれって実際にあった出来事だったりするのか。いやー、なんかね、確かに恨みがでかすぎて、重すぎてね、やっぱ松代まで呪うっていうのは本当にそういうことで、てかエンディングの BGM 超かっこいいな。聞いてしまう。でも春菜ちゃんやっぱ悪くないんだよね。だし秀一くんが助けたいと思う気持ちも、まあね、目の前で人が死んでほしくないっていう気持ちからね、わかるんだけどさ。でもあんなに大きい災害になるとはって感じもするから。多くの命、その知らない人の多くの命と、目の前にいる春菜ちゃんの命、秀一くんはその二つを天秤にかけて、自分がしたいこと、春菜ちゃんを助けることを選んだってことだよね。アルマソフトさん、ありがとうございました。浦沢村は架空の地名でした。よかった。架空でした。おまけ部屋移動しますか？おまけ部屋でセーブするといつでも再開できます。やったー！移動しまーす。どうも、これ誰？どなた？まあ、セーブしましょう。安心感からちょっとめっちゃトイレ行きたくなってきたんで、一回トイレ行ってきますね。失礼します。